皆さんこんにちは、日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋の終盤の4つの大事な要素である詰み、王手、詰めろ、棋士について大盤で詳しく、その違いや意味について解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速大盤で、解説していきたいと思うんですけれども、まずは詰みですね。詰み、王手、詰めろ、必至ですね。まあ、この詰みはですね、おそらく、まあ、将棋をあまり、まあ、それほど強くないよという方でも、まあ、よくご存知のね、形だと思うんですよね。まあ、まずこれ一つ、大盤で例なんですけれども、まあ、自分の王様は、まあ、とりあえずないんですがね、まあ、相手の王様を詰ますというね、いわゆる詰め将棋というものですね。で、詰み、まあ、持ち駒の金を打って詰みということで、まあ、この場合ね、5二金打ちと、ここに金を打つことで、まあ、これはね、詰みの代表的な形ですね、頭金という形で、これが詰みという形です。まあ、詰みはね、まあ、よく将棋は王様を取ったら、決着、まあ、王様を取るゲームだよって言いますけれども、まあ、将棋の場合は正確に言うとね、王様を詰ました段階、まあ、これ、ついにね、5一金と取るまではいきません。こう動けなくなったこのね、詰みの状態になったところで決着になります。まあ、これがね、まあ、詰みであって、まあ、この場合は頭金の詰みなんですけれども、他にもね、腹金であったり、まあ、必ずしもね、頭金でなくても、例えばですね、こういう形で、まあ、金の王手、結局こういうふうに、まあ、逃げれなくなった状態、これが詰みとなるわけですね。はい、続きましてですね、王手の場合です。王手、まあ詰みを今やりましたけど、王手ですね。王手はどういったものか、まあ例えばこれもね、例題ですね。例題、まあ王様1枚しかなくて飛車と角を持っていると。で、この場合じゃあ王手をかけましょう。王手というのはですね、次に王様を取る手ですね。まあ先ほど言った、まあ詰みとちょっと近いんですけど、王手というのは、例えばこの場合飛車で王手をかけると言ったら、まあ めちゃくちゃね手段はあるんですけど、まあ例えば3一飛車と打つと、まあこう打つと王手ですね。王手、次に王様を取るよという手。まあもちろん次取らね、王様を受けてこなければ取って勝ちなんですけども、王手で、もうこれが王手になります。で、もう一枚、まあ角を使った王手、まあ角を使った王手ですとね、例えば3三角とか、まあ持ってるとね、まあちゃんと遠くから見れればこう9五角とね、離して打っても王手になるわけですね。ただ、王手の場合、詰みと大きく違うのは、詰みの場合ですね、先ほどもう王様が逃げれないでね、そこで決着になるんですけれども、王手の場合はこう王手されてもですね、まあ、相手には手段が残されているわけですね。例えば、まあ、この場合王様を、まあ、4二玉と、まあ、かわしても、決着がつきませんし、まあ、もしね、合駒何か持っていればですね、合駒持っていれば合駒を打つとかね、まあ結局、詰みと王手で大きく違うのは、まあ決着がまあ全くつかないということですね。王手はまあもちろん相手が、ね、何も対応しなければ王様を取ってしまって勝ちになるわけですけれども、まあほぼほぼね、相手が、まあある程度将棋の心得がある相手だった場合は、まあ王様にかわす、あるいは合駒をする、まあそれそもそもね、打ったものを取るとかね、例えばこういうふうに歩がいたり取られてしまうとかで、まあ王手だけでは将棋は決着化しないのでね、これが王手と詰みの大きなね、まず一つの違いになります。はい、続きましてですね、今度詰めろですね。詰めろについて皆様に、ご紹介いたします。まあこれもね、もう非常に分かりやすく、まあ相手の王様1枚にしてあります。持ち駒に金2枚持ってまして、まあ例えばですね、まあ詰めろがかかったとか、まあ詰めろをかけましょうなんてね、よく対局、将棋対局でね、出たりするんですけれども、まあこういった時に詰めろというのはどういったものかというと、詰みの1個手前ですね。まあリーチといった言い方ね、表現あれかもしれないですけど、詰みの1個前の状態を作る。例えばこの場合ですと、5三金と、ここに金を打つですね。これは皆さん、まず王手でないのは皆さんお分かりいただけますかね。これ次に王様を取るわけじゃないので王手ではないんですけど、詰めろというのは、王手必至と違い、王手詰みと違いまして、別に王手を、ね、かける必要ないんですね。こう詰みの1個前の段階、金を打ちまして、まあ、次に相手が何もしなければ5二金打ちと、これが詰みになるわけですね。詰みですね。ですので、まあ、放っておけば次自分の勝ちに、ね、なる。まあ自分の王様はどうなってるかによるんですけれども、次に自分勝つよっていう状態が詰めろになるわけですね。詰みの1個前ですからね、詰みが勝ち、その詰みの1個前の段階が詰めろとなるわけです。ただですね、もちろんこの場合、こう相手、例えばこの金2枚持ってますが、この詰めろに対して、例えばですね、5二金とか、まあね、4二金、6二金、4二金といった感じでね、まあ受けられてしまう可能性があるわけですね。これですと、まあまだ勝負は続いていくというのがね、まあただこう詰みの1個前の手をやることを、まあ、詰めろというわけですね。この場合は金を打ちましたが、他にも例えばですね、飛車と金と持っていたとします。まあ、こういった時に、王手をかけましょうですとね、まあ、2一飛車とか3一飛車とか、あるいはまあただで捨ててもいいなら5二金とかね、打てば王手になるんですが、詰めろをかける場合は王手をかけずに、例えばですね、こういうところに飛車を打ちまして、まあ、これは王手ではないんですけれども、次自分の番が来れば
公認金の頭金の罪ということで、罪の1個前の段階が詰炉となります。それではですね、4つの、まあ、大手、罪、詰炉、必至の最後ですね、必至について、必至ですね、必至はですね、まあ、例えばこれ一つの例題なんですが、まあ、現状王様かなり追い詰めていて、この状態で必至をかけましょうという話だったとした場合ですね、この場合3一金こうね、金が追い詰めていく、こう4一金左とね入る、この形が実は必至となります。これはですね、次に2一金まあ寄るか上がるかで罪になるわけですね。ということで、まあちょっと強い方、あるいはね、まあ詳しい方は分かるかもしれませんけど、これ詰めろになっているわけですね。次に詰むよっていう段階、先ほど王様頭金の準備をした段階と同じように、次に詰むよという状態です。ただですね、詰めろと大きく違うのが、相手が受けることができないってことなんですね。先ほどちょっと戻しますが、先ほどの、これですね、詰めろですね、こう金2枚持っていて金を打って、まあ次に頭金を目指した時にですね、まあ相手が金を持っていると、こう受けられてしまうよと、で受けられて勝負がまだ続いてしまいますよって話。まあこの5三金自体は次に5二金打ちと詰む手を狙ってますね、詰めろなんですが、5二金と受けられてしまうと勝負は続いていくという話でしたね。で今回の必至の形ですね、この形です。3一金とこうね追い詰めた場面で、まあ、相手はですね、例えば金をなど持っていても、この2一にね金を寄られる手を防ぐことができないんですね。例えばこう打っても、まあ、取られてしまってそのまんまですし、といってね、まあ、逃げ道をこう開けようと思っても、まあ、金が寄って金が寄ってということで詰まされてしまうということなんですね。ですので、詰めろであり、かつ受けがない形のことを必至というわけです。ですので、まあ、必至はですね、詰炉の、まあ、上位互換と言ってもいいですね。詰炉と必至どっちかけれますかって言ったら、必ず必至の方がいいわけです。まあ、詰炉ですとね、まあ、詰炉というのもある程度追い詰めていないとできないものなんですが、詰炉ですと相手に受けられた時にね、勝負は続いていくと。その代わり必至であれば、必至であって、まあ、間違えてしまう、必至がまずい時っていうのは、この瞬間が大手でないことだけですね。この瞬間が大手ではないので、例えば必至をかけて、次に自分が順番が来れば勝ちなんですが、この瞬間に相手はもう死に物狂いで攻めてきますからね。死に物狂いで攻めてきた時に、この場合、まあ、地獄を出していませんが、王様が詰んで詰まされてしまうと逆に負けになってしまいます。でもですね、皆さん、ここでもし詰まなければもう詰みについて絶対到達するわけなので、その分必死は非常に大事な要素となります。はい、今までですね、大手、罪、まあ、必死、詰めろというね、4つの、まあ、の分野を見てもらったんですけれども、まあ、ここからがですね、実は私が一番、まあ、皆様にお伝えしたいところでして、まあ、大手、罪、詰めろ、必死ね、この4つを、まあ、覚えていただくのが一番大事なんですが、この4つの、まあ、重要性ですよね、重要性、重要度、まあ、どれが一番いい、どれがね、まあ、一番あれかっていうね、まあ、一番重要なもちろん、罪ですね、罪。まあ、罪はもう間違いがないです。まあ、こう、例えばですね、将棋の局面で自分の王様が、まあ、王手が勝ってないという前提ですけれども、王手が勝ってない状態で罪以外にいてというのは将棋に存在しません。もう絶対詰ました方がいいです。まあ自分がもう王手が勝ってたらもちろん王手を受けるんですけれども、まあ自分の王様に王手が勝ってない場合は、例えば王様が、まあ、この辺りでですね、まあ、安全だった場合に、まあ、こういうような場面でですね、まあ受けた方がいいですよってことは将棋にはまあもちろんありえません。まあ罪があるんだったら詰まして勝つというのが、まあ将棋の一番の鉄則なので、まあ罪、王手、詰める必至の中では罪がまあもちろん最上級にいいわけですね。最上級にいい。じゃあ次はね、どれがいいかということで、これ結構ですね、まあ王手の方がいいとね思われてる方が結構多いんですね。で、まあ将棋、まあ王手をねすれば、まあ例えば王手をまあ、しますね。で、王手を、まあ、これ、王手をかけているうちは負けないなんていうね、まあ、ちょっと面白い言葉があるんですけど、王手をかけているうちは絶対負けないです。なぜかというと、王手かけているときに、まあ、もちろん逆王手って可能性ありますけど、王手かけているうちに相手が、まあ、王手してくるってことはありえないので、ね、王手を取っちゃえばいいので。なので、まあ、王手をするのはすごく気持ちいいんですよね。王手をしてれば、まず絶対自分負けないし、王手してれば。しかも、まあ、取れちゃえば勝ちなんだから。で、だから王手がすごく大事に感じるかもしれませんが、実は王手というのは、決着ではないんですよね。まあ、先ほど言ったように罪は、まあ、詰めろと必勝関係と言ってるんですけど、王手で勝つ逃げれないのが罪ですね。王手で勝つ逃げれないのが罪。ただただの王手というのは、まあこのままね、まあ、結構王手かけてるうちに気がついたら詰んじゃったってことは将棋にあるんですけれども、まあ大体王手かけてもね、一発では終わらないんですね。まあ逃げて、まあ追っかけて、まあ逃げて、
追っかけて、まあ、どっかで受けられてみたいな感じでね、結構こう捕まらないというね、まあ、結構皆さんこういう経験したことあると思うんですね。だから大手と罪の間にはね、大きなこう隔たりが実はあります。もうまあこれね、まあ私棋士なんであれなんですけど、皆様はどう感じるかなんですけど、結構大手から罪に行くとね、大手から積みに行くっていうイメージを持たれてる方非常に多いと思うんですけど、実は大手から積みに行くんじゃなくてですね、プロの将棋の場合は結構詰めろ必死からね、積みに行くことが多いんですね。ですので、まあ大手をね、例えば10回かけたら勝ちというね、ルールは将棋にはないので、大手をいっぱいかけても結構なかなかね、勝てないんですね。ですので、実はまあ積みは、まあ、圧倒的、もう最強ですね。もう絶対詰ましてくださいと言いました。これはもう揺るがないです。もう絶対詰ましてください。じゃあ次ね、大手詰み詰めろ必死だったらどれがいいかって言ったらね、実は皆さんね、これ必死のことが多かったりするんですね、将棋の場合。必死。先ほど出ましたね、こういう形で。必死というのは、次に詰めば、詰む形ですね。詰ます形が必死なんですけど、例えばここでこういう状態にした場合。で、先ほどちょっと必死の解説の時に話させていただきましたが、この状態というのは、まあ、勝ちではないです、当然。罪とは違うんでね。勝ちではないんです。この場合に、まあ、相手がもう死ぬ者ぐらい何か攻めてきた時にね、詰まされてしまうと当然負けなんですが、ただ、逆に言うと、先ほどの解説を言ったように、これ、次にね、絶対罪に到達するわけですね。ですので、必死というのは、実は、まあ、場合によってはね、罪の一個下、ね、が一番大手ではなくてね、必死の方が大事だったりします。ですので、まあ、詰めろですとね、この場合、先ほど言った詰めろもね、実は大手、まあ、私の感覚的には、詰めろと大手が大体似たぐらいの感覚です。これね、皆さんどういう感覚、感じ方か分かんない。まあ、大手がね、すごく偉そうにね、一番偉い手段の感じにするんですけれども、実は詰の次はね、詰めろだったりするわけですね。詰めろで次に相手が受けてこなければ勝ちになるっていう方が、まあ、直接的な大手ですとね、もちろん、まあ最初の頃ですとね、王手を見落として王様取られてしまったとか、あるいは相手が王手にキャッツカードを取って勝ってましたっていうことがあるかもしれませんが、ある程度、将棋の技術が向上してきた場合に、まあ王手をしても相手に受けられてね、なかなか捕まらなくなってしまう。で、この感じはですね、感覚を結構ずっと持ってしまうと、まあ王様をひたすら追っかけてしまって、ね、なかなか決着がつかないっていうことがあるわけですね。ですので、今回の動画でね、私を皆様にちょっとお伝えしたいことは、もちろん罪は大事なんですが、今回ね、4つ大手、罪、詰める必死とね、4つあったんですけれども、実は詰めろと必死が、まあ、勝つためのね、まあ、罪の次に近道であるということを、まあ、今回ね、皆様にお伝えしたくてですね、この動画を撮らせていただきました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、まあ、終盤のもう最後のですね、ところの4つの要素ですね、大手、罪、詰めろ、必死のこの4つについてね、皆さんに大盤で解説させていただきました。まあもちろんこの4つのことね、もう全てもう分かってマスターしてるよという方もいらっしゃると思うんですけどね、そういった方には、まあ、復習になればよかったなと思ってますし、まあ、ちょっとこの4つ初めて聞いたという方にはね、この4つは非常に大事な、将棋をやってくれてとっても大事な4つの要素ですので、まあ、若干ちょっと早く進んだところもあったと思うので、繰り返し見て、マスターしていただければなと思っております。まあ、特にですね、王様を取るということで罪ということはすごく大事だよっていうのは皆様がね、まあ、誰しもがある程度将棋を知っていればご存知なところかと思うんですけれども、その次ですよね、どうしてもまあこう大手をかけたがってしまう、まあ、大手が悪いと言ってるわけではないんで、そこの部分は誤解ないようにしてほしいんですけれども、相手の王様を追い詰める大手ならばいいんですが、相手の王様をね、逃がしてしまう大手というのは将棋には非常に多いんですね。ですので、相手の王様を逃がしてしまう大手よりも、今回ご紹介した詰めろと必死の方がいいんだよということがあるということをね、ぜひぜひこの動画でね、お伝えできればと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。